どうも、投資家リバキです。以前より日産自動車とルノーの資本関係を見直すとの報道がされておりますが、いよいよ大詰めということで、ざっくりとまとめてみようと思います。もともと日産は1999年頃に経営危機に陥り、フランスの多国籍自動車メーカーであるルノーの傘下に入ったという経緯があります。で、日産の経営を立て直すためにルノーから派遣されたのが、当時ルノー副社長だったカルロス・ゴーンだったというわけです。日産はその後、ゴーン氏のコストカットなどによる経営改革で立て直したかのように評価されました。周知の通り、ミスター・ビーンに似てるこのおっさんは、日産の金を渡しぶつかしてレバノンに逃亡したわけです。現在日産自動車は日本人が経営者となっていますが、ルノーは日産へ 43% 出資しており、基本関係の立場が不平等だと日産側が訴えている現状です。カルロス・ゴーンがいなくなって4年が経ち、ようやく世界3位の自動車連合の経営形態が転換点を迎えるという段階を迎えています。日産自動車はルノーとの対等出資を求めています。ルノーからの出資を 15% にすることで、事業の決定権などを対等にしたいと考えています。ルノーは今後、エンジン車部門と電気自動車 EV 部門をそれぞれ分社化し、 EV 部門の新会社を上場させる計画があります。ルノーが設立する EV の新会社に日産は1005円ほど出資する方針のようです。仮に対等出資が認められたら、 EV 事業においても日産が対等に近い経営権を得られるかもしれません。そして日産は EV 新会社に出資する意向はあるものの、現行の車載用リチウムイオン電池よりも高密度で安全性が高い開発中の全固体電池など先端技術の情報も対等出資になることで、過度な流出を抑えられるのではと考えられています。多分、日本の失われた30年、没落の一因は情報の流出です。外人にノウハウを調子に乗って提供しまくった結果、外人に出し抜かれ、置き去りにされました。知的財産や技術者は企業にとっての価値そのものです。提携会社とも対等になることのメリットは大きいでしょう。日産自動車は正念場を迎えています。そして、私は最近、日産をしこたま買い集めてます。乗るかそるか、ハンカチョウか、明日はどっちだ。グッドラック最後までご視聴いただきありがとうございました。このチャンネルでは投資について語ったりしてます。みんなで負けない投資家になれるように情報公開してます。応援がてらチャンネル登録してもらえたら嬉しいです。それでは皆さん、また見てね。ご清聴ありがとうございました。